朝ドラ「朝が来たあらすじ予告」1月22日金放送分危機物語朝を驚かせる知らせが飛び込んできました古代友厚はあくる日には東京へと旅立ち二度と大阪には戻れないかもしれないというのですあまりにも唐突な知らせに言葉を失う朝を事情を知る新次郎は友厚のもとに連れて行きました 新次郎の計らいで友厚と2人きりになった朝はそこで初めて友厚が病魔に侵されていること余命いくばくもないことを聞かされるのでした朝は精一杯友厚を励ましました日本の未来のためにもまだ死んではならないと朝の励ましで生きる気力を取り戻した友厚は東京に旅立っていきました朝との再会を約束した五代は もう一度朝の顔を見ることを心の支えにし残された力を振り絞って仕事に当たりましたしかし古代のその願いが叶うことはありませんでした古代の要題は本人が考えているよりも悪くついに五代は激動の時代を駆け抜けた短い生涯の幕を閉じるのでした